ヒラノ仕様、パリ開催の YSL ラブ社員グローバルイベントに参加、刺激を受けました。3月25日、パリでイブ・サンローランの新リップ、YSL ラブ社員リップスティックのグローバルローンチイベントが開催されました。このイベントには、世界中からアンバサダー、セレブリティー、KOL、キーオピニオンリーダーなどが招待され、日本からは YSL のアジアアンバサダーを務めるヒラノ仕様も参加しました。 海外でのビューティーイベント参加は彼にとって初めての経験でした。パリのイブ・サンローランの DNA が息づく会場では、平野仕様は YSL グローバルビューティーディレクターのトム・ペシューやグローバルアンバサダーのデュアリパと初対面しました。パリの魅力あふれる会場で、ブランド都心リップ、YSL、ラブシャイン、リップスティックの魅力を存分に楽しんだ彼は、感想を求められると、リップのシルバーとピン のカラーが会場全体に広がっていて、製品についても楽しく学べました。とコメントしました。彼は新リップ、YSL ラブ社員の使い心地についても満足げにたり、本当に発色も良くて、保湿力もすごいです。僕はマンゴーの香りが気に入っています。と絶賛しました。そして、初対面のデュアリパについて、YSL の製品をすごく上品に使われていて、とても勉強になりましたし、刺激を受けました。 と述べました。パリの街並みやファッション、メイクに触れながら、彼はいつか、ちょっと長期間住んでみたいな、という夢の国ですと、パリの魅力に夢中になりました。イベントで使用した彼のメイクアップスキンケア製品は以下の通りです。YSL ラブ社員ファクトリー、リップ、YSL ラブ社員、リップスティック、NO201 ファクトリー、YSL ラブ社員、キャンディーグレーズ、NO2 スキンケア、 オールージュ、ラ、ローション、オールージュ、ラ、クレーム、エサンシエル、ピアショット、エアリーライト、UV50、フェイス、アンクル、ド、ポー、ルクッション、N30、オールアワーズ、コンシーラー、MN1 スラッシュメルシー5、アイ、クチュール、ミニ、クラッチ、100、YSL ラブシャインクラブ、リップ、YSL ラブシャイン、リップスティック、NO、150、YSL ラブシャイン、キャンディーグレーズ、NO、2、 スキンケア、オールージュ、ナ、ローション、オールージュ、ナ、クレーム、エサンシエル、ピュアショット、エアリーライト、UV50、フェイス、アンクル、ド、ポー、ルクッション、M30、オールアワーズ、コンシーラー、MN1 スラッシュ LC5、アイ、クチュール、ミニ、クラッチ、100、YSL、ラブシャイン、リップスティック、全20色、各5940円。税込みは、3月29日より全国発売されます。 公式オンラインブティック、表参道フラッグシップブティック、阪急梅田本店にて先行発売中です。新リップの登場により、ビューティー業界にはどのような影響があるでしょうか平野仕様の体験が、若い世代やビューティー愛好家にどんなメッセージを送るのでしょうかこれらの興味深い点について、議論を深めてみましょう。